来到了升龙道能登，听说有许多代代相传的传统工艺，接下来跟着我们一起寻找令人惊艳的作品吧。日本人は実は昔から漆の器をずっと使ってきたんですね。漆の器の例えばご飯を食べるときに器を手に持って直接器をこう唇に当ててご飯を食べるんですけど、その時に手に触れた感じが一番気持ちがいいのが漆なんですね。でその唇に何が当たるかによって食べ物の味って全然変わってくるんですけれど、そういう食べ方が日本人には残ってるから、多分漆もずっと続いてきたんじゃないかなというふうに思いますけど。漆には2種類あって、輪島塗っていうのは晴れの漆器、要するに特別の日に、儀式とかそういうふうにこうちょっと贅沢なものとして使われてきたと思うんですけれど、実は晴れの漆器と同じように毛というか普段使いの漆器というのもあるんですね。随着时代的变迁，生活用品的形式也不断的创新，但漆器给人的温度却从过去到现在都一直保留着。天女の羽衣はコンセプト、風、水、光ということで風のようにふわっとしています。そして光沢も水のように輝いている。在此除了能看到升龙道的代表作品外，也有足以代表日本泡汤文化的和仓温泉多田屋。通过能登花架暖帘之后，迎来的是典雅的休息环境。今晚多田屋的主人准备了丰富的能登特产款待我们，作为丰富旅程的完美据点。期待很快能再次探索精彩的日本。